皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？この動画を撮影しているのは5月の3日になるんですが、ようやくフランスのロックダウンが解除されました。そして念願のレストラン再開へ動き始めています。これからは少し更新頻度が落ちてくると思うんですが、これからもこのチャンネルをよろしくお願いいたします。そんな感じで今日作っていくのはフランスのママの味、ブランケットドボーです。今日のレシピは友人のお母さんがおばあちゃんの代から受け継いできた伝統のレシピを紹介したいと思います。ごちそうになった時すごく美味しくて、聞いたら快く作り方を教えてくれたので、それを今日は皆さんとシェアしていきたいと思います。まずは一緒に煮込んでいく香味野菜を用意していきます。長時間煮込むので野菜は半分ぐらいに切るぐらいにして、かなり大きめに用意します。玉ねぎにはこちらのクローブというスパイスを刺して香りよく仕上げます。このスパイスを刺すことでばらけることなく綺麗に茹で上げることもできますね。人参もヘタを落として縦半分に切るだけです。ニンニクは香りが出やすいように皮付きのまま包丁の腹で軽く潰しておきます。香りよく仕上げるためにブーケガルニも用意しておきます。使い道に困るセロリの葉っぱなども一緒に巻いて、食材の無駄を出さず全て使い切っていきましょう。付け合わせに使うマッシュルームはキッチンペーパーなので土を拭ってくし切りに切っておきます。大きめの鍋に肉を入れたら水を浸るぐらいまで注いで、分量の塩を入れて強火にかけます。沸いてくるとアクが出てくるので丁寧に作ってあげます。よく類似料理のフリカッセとの違いを聞かれるんですが、フリカッセは素材を炒めて仕上げる、ブランケットは素材を煮て仕上げると私の中では定義付けしています。まあシェフによって解釈はまちまちで、人によって言ってることはだいぶ変わってくるんですけど、香味野菜を加えたらもう一度沸かしてアクを引きます。少し水が足らなかったのでちょっと足しましたね。沸いてアクを引いたら落とし蓋をして、このまま柔らかくなるまで1時間半から2時間煮込んでいきます。付け合わせのマッシュルームは先ほど言った通り香ばしい風味を加えたくないので、塩とレモン汁を入れたお湯で茹でて仕上げていきます。だいたい2時間ほど煮て串がスッと入るぐらいまで柔らかく煮えたので、一度具材をすべて取り出してブイヨンと具材に分けていきます。野菜は食べやすいように一口大に切り分けて、乾かないようにラップで覆って温かいところに置いておきます。それではブランケットのソースを仕上げていきます。鍋にバターを溶かしたら、バターと同量の小麦粉を加えて色がつかないようにゆっくりと炒めてルーブランを作っていきます。
ルーブランに子牛のブイヨンを少しずつ加えてルーを伸ばしていきます。この時ダマにならないように少しずつ加えながら常にホイッパーを動かし続けます。ルーをしっかりと溶かしたら生クリームと卵黄でつないで仕上げていきます。卵黄は急激に火が入らないように生クリームで溶いてからルーの方に加えていきます。味を見て塩、胡椒、ナツメグ、最後にレモン汁で酸味を軽くつけて仕上げていきます。ソースの濃度は少しとろっとしたぐらい、シチューをイメージしてもらうといいと思います。具材を戻して温めたら完成です。せっかくひいた美味しいブイヨンが残っていますので、付け合わせにバターライスを炊いていきます。バターを溶かした鍋に玉ねぎを加え、塩をひとつまみしたらしんなりするまで炒めます。米を加えて透き通るまで炒めたら白ワインを加え、アルコールを飛ばします。米と同量の子牛のブイヨンを加えたら強火にかけて一気に沸かしていきます。ブイヨンが沸いたら蓋をして弱火に落として、このまま15分炊き上げます。すべてのパーツが揃ったのでドレッセしていきましょう。バターライスもパラパラしていい感じに仕上がっていますね。仕上げに胡椒と色合いに軽くパセリを振ったら完成です。ボナペティ。日本人にお袋の味はと聞いたら肉じゃがなんかをイメージすると思うんですが、それと同じぐらいブランケット・ド・ボーはフランス人にとって馴染み深い料理です。私もフランスに来てまかないですごくたくさん作ってきました。日本だと子牛肉は手に入れるのが難しいかもしれませんが、豚肩肉で代用してもかなり美味しく作れますので、ぜひ挑戦してみてください。ごちそうさまでした。今日の動画もいかがだったでしょうか。私のチャンネルではこういった普段からフランスで食べられている家庭料理や、最近では見なくなってきた古典フランス料理、そしてさまざまな手を凝らしたガストロノミックレストランの料理など、幅広くフランス料理の魅力をお届けしていきます。わからないことや質問、リクエストなどあれば遠慮せずにコメント欄に書き込んでいてください。そして動画制作の励みになるチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。